皆さんこんにちは。7月12日金曜日、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンドフレールからお届けします。今日は何をご紹介するかというと、ちょっとですね、久々にシャンドフレールの店内を歩いてみようかと思います。題してシャンドフレール花散歩。今日は店内をじっくりご紹介していこうかと思います。まずはですね、今ちょうどお中元の時期なんですよ。シャンドフルールでは季節のお花の森かごをですね、ご準備してますので、こういう感じでですね、今の季節のお花を一つのかごに盛り合わせて、ギフト用にご準備してますね。もうこれが今季節のルドベキアとかですね、香りのいいジャスミンとか、チャイニーズハットとかも可愛いですね。この辺の森かごとか、先日もお伝えした夏だけのデンドロ。で、あとはですね、秋色アジサイとか、この辺のグズマニアはとっても手間なく長くお花が楽しめるってご紹介しましたよね。こういう感じでですね、もういろんな種類のお花を盛り合わせにしてご準備してます。デラウェア、種なしブドウで有名ですね。デラウェアなんですけど、見てください。鉢植えで実もなってる。でデラウェアはですね、葉っぱがすごくですね、黄緑で綺麗なんですよ。もちろん庭に植えても大丈夫なんですけど、鉢植えでも十分楽しめるですね。こちらは1本でも実がなるので育てやすいですね。綺麗なデラウェアとかですね、こういう見物も鉢植えで飾れるととっても素敵ですよね。こんな感じで観葉植物やお花の森かごも常時ご準備してますので、気になる方はですね、お問い合わせいただけたらご予算で組み合わせができますので、ぜひご利用いただけたらと思います。シャンドフレールはですね、鹿児島市内から指宿の方に向かうですね、大きな産業道路沿いにあるんですよ。表から見るとですね、産業道路沿い走っていただけると、これちょっと車の多い通りなんですけど、こういうお花のですね、花壇がまずは見えてきます。でここをですね、ずっと通っていくと、こちらの方がですね、奄美の里という観光施設になって、そこの一区画にシャンドフルールがあるんですけど、今日ちょっと風がとっても強いんですけど、こんな感じでですね、シャンドフルールは外はこちら夜の方はですね、下からライトアップするんですけど、石の塔とですね、芝生とあって、駐車場の入り口はもうちょっと先なんですよ。この芝生の山を抜けてですね、ヤシの木とかいろいろ植わってますけど、通ってくるとこちらが奄美の里の看板が見えてきます。ここをですね、入っていただくと駐車場ですね。でこちらがシャンドフルールの入り口になります。ここからずっと入っていっていただけるとお店になりますね。まずこちら入ってくると、オリーブがですね、いろいろ置いてあるんですけど、四国のですね、宗寿さんから入れてある木物のオリーブとかですね、あとはこちらとかですね、結構いろんな大きさのオリーブがこちらにありますね。オリーブですね、結構ここも日差しも強くて暑いんですけど、本当は下をですね、ちょっとすのこであげた方がいいんですけど、やっぱ梅雨時期とかですね、ナメクジが寄ったりとかいろいろするので、ちょっとかわいそうなんですけども、そのまま地面に置いてます。なんとかですね、頑張って、オリーブは強いので持ってくれてますね。大きさはちっちゃいポット苗からですね、こういういろんな大きさがあるので、希望の大きさを言っていただければ、お庭のシンボルツリーにもおすすめですしね、ユーカリとかアカシアとかも私も大好きなんですけど、やっぱり向こうの方はですね、ちょっと水切れに弱いんですよ。ちょっと一回、しまった、水切れしてしまったって言うとですね、なかなか葉っぱが戻らなかったりするんですけど、オリーブはですね、頑張って耐えてくれるので、シンボルツリーにもおすすめですね。いろんな樹形の木があるので、気になる木をぜひゲットしていただけたらと思います。外の小屋の方にですね、オリーブとかにもぴったりな、この大ぶりな鉢とかも、こちらの小屋の方にですね、準備してあります。こちらがですね、だいたい30センチから、これが60センチぐらいまでですね、シンプルにオリーブとかですね、もちろんアガペとかでもいいですよ。ああいう植物を植えるのにぴったりなですね、大きめの鉢もこちらにご準備してますので、ぜひご利用いただけたらと思います。でこのとっても大きくなったロシアンオリーブちゃん、ちょっと昨日おとといでですね、だいぶ剪定してさっぱりはしたんですけど、もうロシアオリーブはですね、グミの木なんですけど、どんどん大きくなりますね。お庭にももちろんいいんですけど、もうバシバシ剪定してあげてください。ちょっと大きくなりすぎる木なので、シルバーリーフの葉っぱとですね、季節に赤い実がなってくれて、とっても可愛い、私も大好きな木ですね。はい、そして入り口のレンガの小道を抜けると、こちらにですね、水辺の
周りにですね、ドラゴンちゃんとかいろいろストーンのオブジェも置いてあるんですけど、もりもり茂ってくれてるのはウォーターバコバですね。ちょっと入れたら可愛いかもと思ったら、ものすごい茂っちゃいました。本当はスイレンとかも入ってるんですけど、スイレンが頑張って葉っぱを出してくれてる。頑張ってお花も出てくるかしら。ウォーターバコバちゃんに侵食されて、すごいことになっちゃってますけど、シャンドフルールのシンボルですね。そしてシャンドフルール、実はですね、何箇所も入り口があるんですけど、こちらにもレンガの小道があって、このサンパチェンスですね、サンパチェンスの横を通って、こちらシャンドフルールのこうシンボルですね、こうパーゴラ、はい、白いパーゴラのところを見ながら、ここはハイビスカスのコーナーですね。もういろんな種類が今毎日少しずついろいろ咲いてくれて、とても可愛いですけど、ハイビスカスのコーナーを抜けて、そして今の季節はですね、こちらの方にクランベリーとか、ちょっとこうつるが可愛い植物も置いてますね。で、このままずっと店内の方に入っていきます。はい、ここの塔入っていくと、こちらがブルーベリーですね。週末にブルーベリーの摘み取り体験をしたんですけど、そのブルーベリーちゃんがですね、こちらの方に飾ってます。うちはですね、ブルーベリーを鉢植えで育てているので、ちょっとこう大きい鉢でですね。ブルーベリーはもちろん庭植えでも鉢植えでもどちらでも大丈夫なんですよ。何がいいかというとですね、ちょっと区切られた空間に植えてあげると、甘さの調整がですね、しやすい。若干水を切らし気味に育てるとかですね、こう肥料をするのが効率よくこの肥料が効いてくれるとかで、少し甘さがですね、増してるような気がします。で、今もちろんですね、先日もお伝えしましたけど、バラとかですね、いろんなものがもりもり茂ってるでしょ、きっと。で、それに必要なアーチとかですね、フェンスとかも、引き続き、こちらの方に展示販売してますので、気になる方はですね、ぜひ見にいらしていただけたらなと思います。で、先ほど紹介した、こちらギフトのコーナーが、こちらにずっとあって、ここを通り抜けていくと、この奥がですね、観葉植物のコーナーになってます。先日の動画でも多分紹介してますよね。屋根の上がバッティングセンターなので、今もちょっとですね、音が響いてるんですけど、バッティングのボールが、ここは見えないけど、実は上にボールが飛んできてるという。で、その下に観葉植物がずらっと並んでますね。で、こちらのフロアは、もちろん日当たりがですね、あまり取れないので、割と影でも長く耐えてくれるような観葉植物を置いてますね。で、こちらの足元はちょっとこう先日入荷した植物がずらっと置いてあるので、本当はですね、このデヘンバギアとかこの辺はもう少し日光があった方がいいんですけど、窓辺のですね、少し日が入るところに後で移そうと思ってます。この辺もいろんな観葉植物がですね、ずらっと並んでて、この中くらいの大きさからですね、この切り鉢とか小鉢とかですね、この辺に置いてあるのと、やっぱ今の時期はちょっと観葉植物が涼しげで癒されますよね。こういう感じでずらっと置いてあって、ちょっと今春のシーズンアートで雑貨も少ないんですけど、こちらにブリキの鉢とかですね、カバーとか、いろんな雑貨物が少し置いてあります。で、このままですね、こちら奥の方に行ってもらえると、インテリア用の小鉢が、ちょっとあまりにもうるさい。はい。こちらの方にですね、インテリア用の小鉢がいろいろ並んでますね。観葉植物を植えたりですね。まあ、この辺だとガーデンさんの鉢ですね。テラコッタも置いてあったり。あとこういうちょっとミニ盆栽にもぴったりかなというような、こういう鉢も置いてますね。こちらが野川農園さんのですね、天使のオブジェと動物のオブジェ。この辺のちょっと可愛いシリーズも置いてますので、寄せ植えの脇に飾ったりですね、庭のガーデンオブジェとしていろいろ楽しんでいただいても可愛い。雑貨がいろいろ置いてあります。で、こちらの方にぐるっと行くと、しばらくですね、売り切れてたコルクですね、ナチュラルコルク。これもですね、新しいのが入荷してるので、今だとですね、いいサイズのコルクの板も入荷してます。で、あとですね、コルクまではないけどねっていう方は、ちょっと杉板を焼いたタイプのこういう板もあるので、ランをつけたりですね、ビガクシダをつけたり、いろいろ板付けするのに重宝する。こういう板も置いてますね。で、あとですね、今水苔がなかなかいいのがないんですよ。で、ちょっとですね、随分お値段も上がってるんですけど、うち自家用も使うのでですね、ニュージーランド産のトリプル A なんですよ。なかなか今トリプル A はですね、ないと思うんですけど、今大体市販されてるのが 2A ぐらいですもんね。これの3キロサイズ。こちらとかですね、こっちは 2A ですね。2A の12リッターとかですね、40リッターとか。この辺も置いてますね。やっぱりニュージーランド産の水苔がこの
枝の太りがいいのでですね、ランをつけたりするにはこの 2A とか 3A とかニュージーランド産がおすすめですね。でこちらの方がですね、観葉植物コーナーなんですけど、窓越しで少し日光が取れるコーナーがあるので、こちらの方にですね、観葉植物のちょっと大ぶりだったり少し日光がいるものとかはですね、こちらの方に集めてますね。そしてずらーっと観葉植物もあって、今ですね、あのインテリア用に突っ張り棒、こういうのを立ててですね、こうだんだんにこのトレイを置いてですね、空間に植物が飾れるというですね、ここから、高さここからだからどれぐらい？ 1.2 メートルぐらいあるかしら。こういう突っ張り棒でインテリア用に空間に鉢を飾れるという、こういうトレイもですね、今新しく入荷してますね。はい、でこちらの方ずっと行って、ここのスロープを上がっていくと、こちら肥料とかですね、薬品とかが少し置いてますけど、こちらの方に上がっていくと、いつも入荷情報とかですね、あの YouTube で紹介する上のフロアになりますね。はい、こういうアジサイとかですね、ハチドリちゃん動くかな。この辺のアジサイとかですね、はい、お花物がこちらの日光の当たる売り場で飾ってありますね。もうそろそろ暑いから麦茶に変えないとなんですけど、シャンドフルールですね、コーヒーサービスをしてるんですよ。でも本当にちょっと最近暑くなってきたので、もうそろそろ麦茶に変わります。こちらで飲み物を飲みながらゆっくりですね、店内を散策していただけたらなと思って、飲み物のサービスも置いてますので、ぜひご利用してくださいね。で先日ですね、ちょっとこちらの観葉植物と器のコーナーをリニューアルしたので、いろいろですね、観葉植物にぴったりな器もこちらの方にも並べてありますので、気になる方はですね、ぜひ見ていただけたらなと思います。でこちらの空間が、あのいつも YouTube を撮影するところですね。ちょっと今ですね、寄せ植えだったり、あの花物だったりをいろいろ置いてありますけど、はい、こんな感じで一応店内屋根がある売り場で、花物の苗とかですね、はい、鉢花とかをいろいろずっと置いてありますね。はい、でこちら外の方のですね、軒下の売り場ですね、お花の苗とかがいろいろ置いてますけど、ここをずっとですね、通っていただいて、で、このまま外の方に行くと、こちら最初のあの噴水の後ろのコーナーですね、こう、レンガの小道があってですね、あとこちらの方にオージープランツが置いてあって、休憩もできるようにですね、テーブルセットも置いてありますので、こちらの方でくつろいでいただいても大丈夫です。で、木工バラがですね、季節になるとものすごくこう、わーっと茂ってくれるんですけど、今ちょっとですね、花後に剪定した後なので、ちょっと短くなってますけど、冬はですね、綺麗に、冬じゃない、春だ。春は綺麗に木工バラの、ここは白ですね、も咲いてくれますね。で、こちらの方が、ロストラータとかですね、コルジリネとか置いてるコーナーをずっと過ぎていくと、吹き抜きニードのアーチもありますね。でこちらがアカシアのコーナーですね。アカシアとかがいろいろ置いてあって。あと今こちらクレマチスはですね、ちょっと養生中なんですけど、ちょっと集めて場所替えの途中ですね。であとはこちらにユーカリとかも置いてありますね。あとこちら外向きのタイムとかですね、いろいろ置いてあって。で、こちらの通路をずっと行くと、あとですね、外の方にもあの陶器売り場があるので、こちらにですね、あのワンダースデコールさんとかですね、あとイギリスのあのストーンの輸入のオブジェとかですね、いろいろ置いてありますので、器とかバードバスとかですね、お庭にあるとまたさらにですね、お庭を引き立ててくれる石のオブジェ、ストーンオブジェがですね、いろいろ並んでますので、こういうのもですね、ぜひご検討いただけたらなと思います。ヤンバルガンピがこんなところで実をつけて、ちょっと本当これはですね、なんかこう種が落ちて育ったのがちょっと大きくなっちゃって、冬は掘り起こせるかなと思うんですけど。あとですね、こちらが、水は出ないんですけど、はい、石のオブジェですね、お庭の。トイレ横のシェードガーデンが、ちょっとまだ今できてないですけど、発展途上中のシェードガーデンですね。はい、あ、こちら。ちょっとだいぶ少なくなってますけど、ウィッチフォードもこちらの方に展示してありますね。はい、いろんな種類があるので、気になる方はぜひお問い合わせいただけたらと思います。で、こちらの建物がシャンドフルールのお手洗いですね。はい、こちらがですね、たびたびあのインスタとかで写真を上げたりもするんですけど、シャンドフルールのお手洗いですね。専用の中庭があって、今の時期はエアコンも入れてありますね。なんか店内よりも涼しいんじゃないかと思いますけど、はい。こ
ちらがちょっとくつろいでゆっくりできるですね、お庭も眺めながら、はい、楽しんでいただけるお手洗いですね。シャンドフルールにもしご来店の際にはですね、ぜひあここだここだってご利用して帰っていただけたらと思います。こちらの方のですね、お手洗いの前のレンガの小道を通っていただいて、で先ほどの観葉植物の店内の方に帰ってこれるというですね。でこちらの方にはですね、ギフト用に使えるとか、インテリア用のカゴ類がですね、こちらの方に飾ってありますね。であとこっちは天使ちゃんのオブジェとかですね、はい、可愛いのがいろいろ置いてあります。先ほどちょっとコチョウランのコーナーをご紹介し忘れちゃいました。この観葉植物の中にですね、コンサバトリーが置いてあって、そちらの方にコチョウランも置いてあります。はい、でこちらのキーコンサバトリーの中がですね、コチョウランのコーナーになってます。ちょっとたまたま今週はですね、色物のコチョウランが先に出てしまって白が多いんですけど、やっぱ白はですね、大輪ですね、花が大きくて、大輪の方はとっても花持ちもいいんですよね。でコチョウランはですね、終わった花だけを次々ちょっと取って、この茎はですね、なるべく残しておいた方がいいです。このミニのコチョウランでご説明しますけど、ここがずっと咲きますよね。終わった花を取って、この節があるんですけど、この節をですね、なるべく残してた方がいいんですよ。なので、切るとしたら、こう節がずっとあるので、ここですね、ここお花が終わった、こちらの一番後ろの方ぐらいで切っておくと、この節からお花が出てくれます。これは大輪も同じですね。で、コチョウランってどこから出るのっていうのがですね、今これがこの葉脈の一直線上から出るんですけど、今ここから出てますよね。で、今度出るとしたら、これの反対側の一段上のところから出るんですよ。なので、これはこっちがわかりやすいか。今ここから花芽が出てますよね。そしたら次はですね、こっちから出るんですよ。一段上のここからですね、この葉脈一直線上から出てますよね。で、これの次はこう一段上の反対側です。で、順番順番にこう花芽が出ていきます。そういう感じですね。というところでいかがだったでしょうか。少しですね、シャンドフルールの店内が分かっていただけたんじゃないかなと思います。今週も動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。